嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。ほら、いるじゃない、吸血鬼。吸血鬼って言っても、どうした、セナ。お願い、助けて。どうしたの、何があったの。助けて、彼女を突き飛ばしたらいなくなってしまったの。あの恐ろしい怪物から逃げるにはああするしかなかったのよ。何があったのか教えてくれ。ウィンドヘルムから戻っているところだったの。近道をしようとしたら、あの怪物たちに囲まれてしまった。見たこともないような怪物だったわ。何のモンスターだ。そこら中にいたわ。辺り一面に本当にたくさんいた。私、三大神に誓って気をつけて。何、どこだ。痛い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 。なんだこいつか、シナ、こいつか。ここにいてはダメ。ここはあいつらでいっぱいよ。お願い、友達がまだ生きてるかもしれないの。彼女を見つけたら助けてあげて。最後に友人に会った場所は。攻撃を受けた時、温泉の中心の近くにいた。ヒム兵を突き飛ばしてしまった。逃げるにはそうするしかなかった。何も考えられなかった。傷つけるつもりはなかったのに。ヒム兵を見つけて行かなければ。安全なところに逃げなさい。ヒム兵、いたの。ヒム兵、私から離れなさい、怪物め。あの女め、一緒に来てくれ。お前が思う以上に太陽は辛いんだ。中に入るぞ。ん、パレリック、今すぐ一緒に来なければ、ここにいる鱗の者はひどい目に遭うことになるが、噛まれると予想以上に早く広がるんだ。どういうことだ。蔓延するってことか。この生物は吸血鬼から生まれたもので、吸血鬼と同じくらい危険だ、一度噛まれると呪いが体に染み込む。血に侵入し熱に侵される。それから渇きに襲われるようになる。血の渇きに。呪いは治せるのか。方法はあるかもしれない。だがまず彼女を私の館に連れて帰らないといけない。ここに長く居すぎると太陽の光にさらされ、今まで感じたこともないような苦痛を味わうことになる。なるほど。今黙って私の話を聞いてほしい。どうして彼女はそんなにも怖がる。私は彼女を攻撃した生物と似たようなものだ。なるほど。心を失っていないことと、太陽の光に少し過敏なことを除いてはな、我々が後悔するようなことをする前に聞いてくれ。鱗の者を救うには君の手助けが必要だ。続けてくれ。氷結鬼の灰が必要だ、彼女に噛みついた生物から手に入る。
効果を逆転してここで彼女を助けられるかもしれない。なるほど。その間彼女の安全を確保しておく。灰を手に入れたら私の館に持ってきてほしい。吸血症に感染しているんじゃないか君は。この体には一族の呪われた血が流れている。この血を恥だとは思わないが、この力による一族の行為は恥だ。なるほど。それで手伝ってほしい。信用しよう。協力してくれるなら何でもする。誰かを傷つけること以外ならな。なんかいいやつだなお前。吸血鬼とは思えないよ。お前がこのような生物にならないようにしなければ。何をしているの？やめて。私を連れ去らせないで。イムヘイ、ついてきなさい。で、灰を見つけるな。あの人はウィンターランドのフォレスター。話せない。あと2つ。あと1個。これで OK だね。あれ違うの？緑字と赤字。まあ、いいか。で、バレリック庭園に入る。あそこか。ララ。あなたがすぐに。一日中こんなところにいるのは飽きたわ。ひどい話よ。美しい日の光に当たると我々は炎に焼かれる。まあ散歩はもっと楽しくなったけどね。吸血鬼にしては随分礼儀正しいな。私が血目当てであなたを引き裂こうとしないからといって妄想していないわけじゃないわ。あなたの内にある生命を強く渇望してしまうのは我々がそういう性質だからよ。バレリックに飢えを制御するように教わった。あなたは幸運よ。さっきのやつだな。私たちはバレリックに助けられたのよ。彼なりの理由があるんだと思うわ。彼はジャルクを助けるためドミニオンの軍事キャンプにも侵入したのよ。あのカジータは死にそうになっていて、バレリックは彼を変えた。あなたについては？昔の私は違っていた。奴隷だった。この同盟が形成された時に贈り物としてノルドに贈られた。だけど結局は主人たちに飽きられ寒さの中に捨てられたのよ。どうやって生き延びた？生き延びてない。私は寒さにやられた。だけど気がつくとバレリックが私を見下ろしていた。私を助けるために彼の才能を分けてくれた。なるほどね。おかしな話よね。私が死んだその日に本当の人生が始まった。なるほど。ジャルク、さっきのカジータだね。よそ者。言ってたやつ。ジャルクはもう何年もよそ者を見ていない。よそ者は我々を怖がるものだ。来い、椅子を持ち上げろ。楽しませてやろう。どこかへ行くわけじゃない。猫と一緒にいるな。伝説の書物。お、イムヘイいるね。大丈夫か？
ここから出して、お願い。こんなのおかしいわ。あなたのせいよ。この獣に私を与えた。奴らは私を食べる気よ。どうしてこんなことをするの？彼らに危害を加えられたか？もちろん違うわ。食べる前に自分の夕食に危害を加える奴なんている？私のことを丁重に扱ってくれるはずよ。少なくとも夕食の時まではね。なるほど。逃げようとした鱗のものを閉じ込めておいた。何も心配しなくていい。みんなの安全を考えた措置だ。だが彼女の目にあの狂気が宿るのは時間の問題だな。吸血症に感染してんのか。この体には一族の呪われた血が流れている。これ聞いたね。この血を恥だとは思わないが、この力による一族の行為は恥だ。もう一回話そう。逃げようとした鱗のものを閉じ込めておいた、うん、何も心配しなくていい。みんなの安全を考えた措置だ。だが彼女の目にあの狂気が宿るのは時間の問題だな。本当に彼女を閉じ込める必要があるか。奴らを見ただろう、うん、容赦ない化け物なんだ。その邪悪さを表すほどの醜さで、殺しと空腹を満たすことにしか興味がない。あの鱗の奴が人々を攻撃してもいいと思うか。ダメだろ。だから彼女を檻に入れた。なるほどね。粉末で彼女が治るか。可能性はあるが、それだけだ。あくまでも可能性だ。その過程で彼女が生き残る保証はない。治るのと同じくらい死ぬのも見てきた。なるほど。賭けになるが、代案はもっとひどい。分かった。彼女を治してほしい。正しい選択だ。力の限り彼女を助けると約束しよう。彼女を見守る。症状が改善しなくても彼女が吸血衝動に屈しないと保証する、うん、選択を後悔させないようにしてほしい。信じてくれ。後悔はさせない。気の毒な鱗の者が高熱を出しているんだ。そしてそう立たないうちに見る者全てを襲うようになってしまう。誰も得しないだろう。まあ父は別かもしれないが、彼がどんな人物なのかはすぐにわかるだろう。なるほど。父がいるのか。鱗の者の面倒を見ることは約束する。彼女の安全と彼女が誰にも危害を加えないことを保証しよう。ということで力を貸してほしい。その目で見たと思うが、おぞましき吸血鬼たちが泉の付近をうろついている。彼らは父が作ったおもちゃだ。邪悪な意志の結晶なんだ。父親は何を成し遂げようとしてるんだ。みんな感染し呪われ病んでいる。まあ好きに表現すればいい。我々は吸血鬼だが、呪いがもたらす野蛮な本能には屈しない。しかし父の考え方は違う。なるほど。どういうことだ。彼は吸血衝動を、その力を受け入れるべきだと考えている、うん、抵抗できない者たちを襲い仲間に加えるべきだと。なるほどね。イーストマーチで内戦が起きている今が攻撃の時だと考える父は、誰にも気づかれないうちにアンデッドの軍隊を築き上げるつもりなんだ、うん、彼を止めたいんだな。何があっても父を止めなければ。父はすでにウィンターランドの狩人たちに狙いを定め、彼らを操り人形に変えるつもりだ。まずは下の階にいるジャルクと話をしてくれ。カリウドを助ける方法を知っているはずだ。なるほど。イムヘイを助けたようにカリウドたちを助けられないか。太陽が空に輝いている間、世界は地獄のような場所だ。外は危険すぎる。なるほど。ついこの間受けた傷でさえ治すには時間がかかり、大量の輸血が必要なんだ。あのカリウドたち全員と戦ったらどうなるか想像してみろ、うん、それはどうして夜にカリウドに近づかない。変わったやつだな。他の者たちは私の正体を知った途端に武器を抜くぞ。まあ威嚇して追い払ってみてもいいが、奴らはカリウドだ。そう簡単には驚かないだろうな。なるほどね。でどうやって父を倒す。我々は父を灰にしてその圧政を永遠に終わらせる。なるほど。ハンターは単なる陽動に過ぎない。もし我々が彼の血を否定すれば、好奇心を持ち始め無防備にさえなるだろう。そして父は計画を邪魔した者が誰なのか知りたがるはずだ。うん、なるほどね。まずジャルクと話そうか。
一緒に戦うようにバレリックに説得されたのか。だとしたら気の毒だな。俺たちは負けっぱなしだ。確かに彼の父親はろくでなしだが、めっぽう強い。なるほど。バレリックは父親に勝てないし、俺たちの協力者は大抵死ぬ羽目になる。でも暗い話はもうやめよう。ジャルクに何の御用かな。カリウドたちを救う策があるとバレリックが言っていたぞ。ああそうだ、ジャルクにはいつも策がある。吸血鬼たちは匂いで狩りをする。ハンターの匂いを知って攻撃の命令を待つ。匂いを隠せば吸血鬼たちは関心を失い横道へそれるだろう。ハンターたちは助かる。なるほど。何をすればいい。この液体を持っていけ。ジャルクの親友セロとハーブからの贈り物だ。中身は聞くな。知らない方がいい。ハンターたちにそれをかけろ。吸血鬼たちが食べたくないような匂いにするんだ。なるほど。カリウドたちはこれらをかけられても気にしないのか。もちろん憤慨するだろうな。多分殺そうとそんなことにやら、最初に少し叩きのめす方がいい、うん、どちらが強いのか示せ。そしたらそれを顔にかけろ。ひどく匂っている間ハンターたちは安全なはずだ。顔じゃなくてもよくないか。まあやるか。誰だ。トゥヌス。私の主人のマジョルンがお会いしたいと言っている。なるほど。お前が、あれか、父親の方の召使いが。マジョルンの息子、バレリックと連絡を取ったな。彼は問題を抱えた若者で、自分の運命を恥じている。マジョルンは単に息子との揉め事を終えたいだけだ。だから私は君に会うように命令された。なぜ自分が。ああ、君だけじゃないんだ。他の者たちもバレリックの支援を試みているが、任務が無益であることを理解するか失敗するかのどちらかだ。主がこの件で君に説明したがっている。今決断する必要はない。ただ話をよく聞いてくれ。うん。マジュロンはどこに。彼の邸宅で君と会う。私の家の左隣だ。今回君に危害が及ぶことはない。マジョルンの約束があるからな。なるほどね。マジョルンと話すか、無視して彼らたちを探す。どちらがマシか。これマジョルンと話しちゃうともうそっちルートだろうね、きっと。ちょっとここは狩人を探そう。まずは狩人を助けるっていう大事な使命が。さっきいたよね。あ、ここら辺に行けば。呼びかけられないかな。よいしょ。よし。こんくらい。なんて不浄な匂いだ。ひどいな。その間安全だ、お前は。よし、どんどん顔にかけてやるぞ。どうだ。これでも暗い。ひどい匂いだ。ひどい匂いだろう。なんとかしないと。なんとかすることはない。そのままだ。ごめんね、パン食べてる間に。よいしょ。これを神々にかけて。ひどい匂いね。ひどい匂いね。ごめんね、そんな匂いかけて。ここにいない。誰もじゃないの。よし、これを食らい。猫の小便か。
一体誰が猫の正面なんかかけるんだ。猫の正面じゃないから安心して。これこれ、なんて不浄な匂いなの、ひどい。猫の正面なのかもしれないな、もしかしたら。ごめんね、猫の正面だったらそんなこと知らずにかけてたの。お、イム兵が出てるよ。待て、大丈夫だったの？これからいろいろと挑戦していく。感じてるのはすごい興奮。素晴らしいわ。最高よ。まるで。この匂いおしっこ？これは日記に書いておかないと。そうすればこのことを忘れないわ。おしっこ臭がライリちゃんにも染みついちゃった。ジャルクのキャツなのかな。カリウドたちの命を救ってくれたな。彼らの服はダメになったが、命は救われた。奴隷たちが新しい獲物を見つけることができなくなれば、不思議に思った父は原因を突き止めようとするだろう。そうすれば不意打ちを食わせることができるぞ。どうすればいい？父は外に出るつもりはない。危険すぎるんだ。彼の古代の姿に太陽は致命的だろう。いや、問題を確認するためにジュートのトゥヌスを送るだろうな。いや来たよ、うん、父が地下墓地に戻って扉を施錠する前に捕まえなければ。それから父の邸宅にララが忍び込んでトゥヌスが戻るのを待つ。彼女が片付けてくれる。君には地下墓地へ入ってほしい。なるほど。ララは吸血鬼かもしれないがまだ若い。古代の吸血鬼に勝てる見込みはないだろう。うん、ララを送るべきでないかもしれないぞ。ララは素早く影に溶け込むことができる。彼女にとってジュートの喉をかっきるくらい造作もない。だが彼女より強い者が父と対峙しなくてはならない。それがラリちゃんってことか。よし、じゃあ、もういない。よし、じゃあ行ってこよう。マジョルン邸に入る。やったな。お願い、放っておいて。何が起きたかは話したくない。何があった？渇望に逆らえなかったの。血を吸わなければならなかった。マレリックに閉じ込められて血を吸わせてくれないの。こんな風に自然には。生きるためには血が必要よ。なぜこの欲求を否定するの？これはバレリックが教えたことではないぞ。バレリックに教えられたことなんて知らないわ。これが私たち、これが私たちなの。古代人たちを倒そうと望むのなら、彼らと同じく力を享受しないと。スキーバーたちの血を吸って強くなろうなんて望めない。私たちはご馳走を取り入れないといけないの。これはあなたじゃない、ララ。自分をコントロールしなければ。飽き飽きしてきた。本当に分かってくれないわね。どうして？生きるために必要なの。バレリックのせいで餓死してしまう。私たちは大抵動物の血やできれば犯罪者たちを探して血を吸うの。古代人たちと同等でないのには理由がある。もっと強くならないと。こんな方法ではダメだ。これにあなたは値しない。渇望コントロールできる。いいえ、私、あなたが正しいわ。何をしてるの？古代人たちが意図したように落ちてしまった。これを、地下墓地の鍵を、トゥヌスが持っていた。中へ行って終わらせて、お願い。うん、よかった。将棋を取り戻してくれて。地下墓地、ここだな。ウィッテスタドルの墓地。アトモーラ語の単語。ウィッテスタドルは定義は学術的な議論の対象となっている。エリンヒルのファラスタスはこれを娘の知力と訳しているが、タネスのレディーシーナンバーは砕かれた知力というより暗い、皆さん、一時停止して読んでください。いつものやつです。よし、じゃあ、おー。
いやー皆さん、これは明らかに乗るのが噴火。食事消えてたな。食事消えてたじゃん。食事が切れてました。よし行こう。ブラッドハーベストの野蛮人。なるほど。いやー、サンドもなかった。なんだなんだ、吸われてるのか。この野郎、めっちゃいるじゃない。このまま道なりに行けばいいんだな。見つかっちゃった。無視していいな。姿が見えないぞ。古代のマジョルン。邪魔になるやつ先に消そう。よいしょー。くらいくらいくらい。うお、なんだ。もう我慢ならん。さあ死ね。いやー、スカイリムでもあったな、こんな感じのやつ。吸血王になったんだね、今ね。これでオッケーなの？うん、オッケーの割には敵がいるな。彼はいなくなった。はっきりそう感じる。君が彼を倒したその瞬間、存在が消えたんだ。これでもうあの暴君を恐れる必要はなくなった。あなたの父親にはたくさんの従者がついていた。失敗か。君がマジョルンを殺したんだ、私じゃない。勘違いしないでほしい。
君の行為には感謝しているが、殺したのは君だ。うう強大な軍を設立できた暴君、スカルド王に対決できる人物を倒したんだ、うん、もうそんなことは起きない。これからどうする？どこか安全な場所へ行くつもりだ。他の者に危害を与えることのない場所へ、うん、仲間たちはまだ学ぶべきことが多い。衝動を抑えられると確信できるまで周囲を危険にさらしたくない。この種族による被害者は二度と出さない。なるほどな。いくら感謝しても足りない。父は我々に与えられた恵みを悪用するような邪悪な存在だったんだ。父がいなくなった今、きっと平穏に暮らせる。我が種族に許される限りの平和を得ることができたのだ。なるほどね。助けが必要なんだ。君は偉業を成し遂げた。我が父からこの世界を奪ったのだ。望みを言ってみろ。叶えてやろう。あなたの血が一瓶必要だ。ジョルン王を救うために。私の血？スカルド王を我々の仲間に変えるつもりか？我が父を止めるために協力したのに、吸血鬼をもう一体増やそうとするのか？吸血鬼にしたいわけではないんだ。彼の生命力を高める必要がある。君は私の信頼を得た、友よ。故に私は君が真実を語っているのだと信じなければならない。持っていけ。王を救え。だが、これを君に与えたことを後悔させないでくれ。どっかで聞いたセリフだな。さっき私が言ったセリフだ。あんな風に自分を見失うなんて愚かだったわ。乗り越える手伝いをしてくれて本当にありがとう。吸血衝動に身を委ねていたらどうなっていたかわからない。うん。猫のしょんべんを引っ掛けられてたぞ、きっと。これは何？手が輝いてるけど赤く。マジョルンが倒されていくらかは平和になるだろう、うん、バレリックは我々に対してここを出て我々が故郷にできる場所を探せと思っている。ジャルクはそんな場所が実在することを祈っている。うん。ハイロックに行きなさい。君たちいい場所がある。ハイロックの確か、リベンスパイアだね、うん、リベンスパイアの、うん、レイブンウォッチ城だぞ。そこに行け。仲間がいる。よし、じゃあ次はこの揃ったんだね。だからオーダー重視と話すと、急いでジョルン王を救うために。よし、見た。ごきげんよう。何かいい話があるみたいね。あれ、モルブンスカートリデからの報告書を持ってきた。それなら渡してちょうだい。よかった。あなたのおかげで砦の支配を取り戻した。うちの兵士たちの間では有名になってるわよ。特にコルニ副隊長はあなたの働きに感心してるみたい。ありがとう。オーダー重視、美人だなやっぱり。これはあれだ、報告し忘れてたのか。ただ単にここでの一件をオーダー重視に話さなきゃならなかったんだね、うん、ここだ。そうだ、テルニオンの独自でオーダーと話すんだった。文句が言うから。テルニオンの文句たちね。あ、ちょうどいい時に来てくれた。シャリちゃんごめんね。また今度。このまま道沿いに行けばいいのかな。うん、宿屋に行ってみたかい？シャリちゃんって。あそこって。そんな簡単に行っていい人物じゃないんだけどな。すごいノルドの魔術師のなんならトップにいるような人だからな。ノルドのっていうかもう魔術師の大魔道士だからね。シャリドールっていうのは面白いよね。魔術師のさ、ね、すごい大物がノルドっていう。
ねえ、ハイエルフでもなくて、ねえ、ブレトンでもなく、ノルド、あの武骨なノルドからね、大魔導士が生まれるっていうのもなかなか面白い。この感じがいいね。昼は明るくて夜はね暗い、この感じが欲しかったんです。ここか。いた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 、オダジュシ。レイコンからあなたが近くにいると教えてもらったの。テルニオンの文句たちと話をしたわ。王と王子は認めたけど私はダメだった。私が彼らから離れたことを覚えているけど、王のことを助けてくれる。なるほど。夢ある気はもう中にいる、うん、文句には儀式用の材料を用意したと伝えて。もう行くわ。逃走中のフィルジョアを追い詰められそうなの、うん、さあ行って王を救って勝利へ導いてもらうのよ。わかった。オーダー、また会おう。ここはよそ者を歓迎しない。だから先にここに来て、あの夢歩きを連れてこいみたいなこと言われるんだろうな、きっと。先に夢歩きに出会ってしまったもんだから。あれ、魔女たちだな、これ。この感じ、オクラさん。パクトに我々の聖なる隠れ家に来てくれとは頼んでない。うん、ごめんね。あ、いるね、嵐の目のもの。テルニオンの文句は争いを避け孤立を貫いたことでここまで生き抜いた。イーストマーチ中に広がるこの戦いはここへは来ないはずよ。我々の神聖な聖堂は閉じられ、よそ者は入れない。あなたも入れないわ。これやっぱこの人と話さなきゃな。頼むよそ者よ、放っておいてくれ。テルニオンの文句、国中に広がる戦いに参加する気はない。スカルド・ジョルンがここに連れてこられたので、じゃあ会いに行くんだ。王は深い永遠の眠りに落ちている。手助けすることはできない。彼の運命は今や山中の古き神々が握っている。ジョル王が死亡した。死んではいない、少なくとも今は。ただし夢が毒で染まるにつれて魂は苦しみ出す。夢は彼を引き裂き闇の奥へと引きずり込む。夢歩きと名乗る男はその悪夢に入り込めると言っている。魔法を使えば王を救うことができるとな、うん、夢歩きと会わなければならない。洞窟の中にいるジャドバーと話をしてくれ。でもあまり期待しすぎないようにな。山中の古き神々が君の助けを必要とするなら、それは君と神々、そしてテルニオンの長老たちの間の問題だ、うん、なぜスカルドへテルニオンたちが支援を申し出る。私たちの宗教の歴史は古代に遡るが、信者はごくわずかだ。ほとんどのノルドは私たちのことを狂信者やもっと悪い別称で呼ぶ、うん、君の王を助けることで私たちの信仰の本質を皆に知らしめられるかもしれない。なるほどね。この場所について教えてほしい。ここは私たちの家だ、よそ者よ。テルニオンたちはプライバシーを大切にするため、どこに住んでいるかは言わないことにしている。それを尊重してほしい。なかった。なぜあなたの一族は隠れてるんだ。私たちは古い神々を信仰している。ほとんどのノルドが認めない神々を。彼らは私たちを盲信者や狂信者と呼ぶ。邪神崇拝だとね。ウィンドヘルムに住まない理由がわかるだろう、うん、なるほど。よし、会いに行こう。これでこれで話が進むはず。よし、
ジャドバー、もう一回話そう。マドローム王を助けに来たの？前回彼を見た時は顔色が悪くて呼吸も浅かった。生命力がゆっくり枯渇してるみたい。彼を救うには奇跡が必要ね。あるいは御柱の古き神々の恵みが。ジョルンを救うことができる。いつ意味のない質問をしなくなるのかって夢歩きも言ってたわ。質問が多すぎる彼は私たちが虫や灰になれると信じてる。王の生命がかかっている。あなたの確信を間違った場所で使わないように祈るわ。彼を信用している。たくさんの人々の命を救った。わかったわ。あなたの友人が果てない眠りにつく前に王の生命力を高めないといけない。夢歩きが入り込めるほど長く王を死の淵から引き戻すの。そうしなければ旅は二人とも殺してしまう。吸血鬼の血を手に入れた。恐ろしい生物だけど彼らの血には価値がある。儀式の場に通じる門を開くわ。祈りを捧げる文句たちを邪魔しないようにね。王は中央の段で眠っている。大司祭が取り仕切っているわ。あ、なるほどね。嵐の目のもの行こうか。そうだ、そうやっていたのか。ポータルを使うとはなんと優雅な。でもできたら姿を虫に変えてほしかったな。その方がもっと壮観だったのに調子はどうだ？どうにか持ちこたえているよ。ダークウォーターで友人を助けてよかった。相当疲れたが足が止まるほどじゃない。私が王を助けるとは思わなかった。緊張しているけどワクワクもする。故郷で初めてカノバスパイクフルーツを食べた時のようだ。それがなんか分かんないけどもよし行こう。Shackles can hold us whether